劇場に付属の列柱楼にて古代ギリシャの滑稽な内容の演劇であるサチュロス劇の準備をする俳優たち。イタリア南部のポンペイで出土した1世紀にモザイクの技法で制作された劇の準備。床の中央にはまっていたらしい。この絵が表すのは召使いに手伝われながら毛の生えた長いつなぎの衣装を着ている役者。ヤギ革の衣装をつけダンスを試す俳優もいます。2つの管により構成される笛を吹く楽師は仮面をつけ木蓋の冠をかぶり豪華な衣装をつけています。この絵の原作は紀元前の4から3世紀に演劇競技の勝者が神域に奉納した絵であったかもしれないとも言われています。いずれにせよ本作は古代ギリシャの演劇に関心を示したポンペイの人々の文化的な趣味がうかがえる作品となっています。